工藤十三は、日本の柔道家。戦前の明治神宮競技大会等で活躍して、小賀山聖の選抜した柔道実決の一人に数えられ、旧聖浦和高校女教授を経て、ドイツに留学し柔道の普及に尽力。後には、警視庁にて、逮捕実制定の任にあたって、行動関心議員や全日本柔道連盟の理事を務めるなど、柔道界の大家として知られた。 青森県弘前市戸田に生まれ、富山県で育った。県立高岡中学校在学中に、磯貝じめの実刑である製造の手ほどきを受け、1916年に、同校を卒業後は上京して、東京高等師範学校体育科に進学し、生来の研究熱心も手伝い、長岡周一の指導の下で以前にも増しその腕を上達させた。 行動館入門は1917年5月付で、翌18年秋の紅白試合では、技量抜群で三段、1922年に高等、師範学校を卒業した時には、当時数少ない四段に列せられていた。なお、講師の先輩にあたる橋本昌次郎や桜庭岳氏と、共に、後年、長岡門下の三場取りと知られたことからも、この講師時代の工藤の活躍が、 いかに目覚ましかったかが伺える。その後、佐賀県にある県立鹿島中学校で1年間教員を務め、翌23年には、旧西浦和高校女教授となって同校に柔道部を創設し、一方で、東京の成城中学校の柔道教師も兼任した。 暇を見ては足手役行動官に通うなど、柔道専門家としての自身の修行も怠らず、1925年8月には、五段位を許されている。この頃の工藤は、身長165センチメートル、体重70キログラムと決して大きな体格では、内が左右の払い腰と吊り込み腰に長じ、東京、福岡の対抗戦や、万千円制群、武徳大会等で活躍して、 当格を表し、とりわけその名を轟かせたのは1926年5月に最年間で開催の全国道州府県選抜優勝試合であった。工藤は準決勝戦で三船門下の逸材佐藤金之助六段を払い越しに下し、決勝戦ではもう一方の準決勝戦で殿下の宝刀打ちまたを武器に豪傑、馬場久志吉六段を一戦した。 武仙での山中洋一四段と相対。工藤の払い腰か山中の内股か引く観客が大いに湧き立つ中で、工藤は山中の内股を見事に封じ切り、逆に釣り込み腰で山中に畳を背負わせて勝利を収め、ついに摂政宮殿下の支配の光栄によくした。この活躍をもって大会後の7月には柔道教師号を排除している。また、 同年11月には、第3回明治神宮大会で事実上の柔道日本一決定戦となる青年組五段の部に出場し、決勝戦で、朝鮮の大号と知られた古沢兵衛と延長3回30分近い激戦の末に優劣、決節引き分けとなった。熱戦を演じた、明治神宮競技大会、明治神宮大会での激闘直後の12月、 体育に関する事項の研究という名目で、孔師時代の同級生であるイマイ、今井と夫五段と共に、ドイツへの留学を、文部省より認じられ、工藤は、ベルリン大学と、体育大学へ、今井は、体育大学へ赴いて、研究の傍ら現地で2年間の柔道指導を、行った。当時のドイツにおける柔道は、工藤らに遡ること20年前の1907年に、 東京講師教授の佐々木義三郎が同じく文部省の意向で留学し、その種をまいたものがベースとなっていた。1928年8月に、加納う五郎がアムステルダム五輪視察の基とにドイツに立ち寄り、工藤や工藤に先んじてミュンヘンを中心に柔道指導を行っていた海旅子一五段と共に講演会を開催、加納寺じ記記の術理に加え工藤。 間イ両五段の妙義を現地ドイツの柔道家たちは目の当たりにし、その後柔道は現地で一層人気を博したという。1929年に帰国後は5月開催の五大霊記念天覧武道大会に生えある指定選手の一人として選出されたが、体調不良により実際に大会への出場は必ず。それでも翌30年1月の行動環境開式で、 鮮やかに5人を抜いて6段に商談したほか、5月に最年間で開催された武道大会で当時、行動館の主と言われていた川上正六段と模範乱取りを行い、一進一退の攻防の末に終わりに引き分けるという熱戦を演じて模範者イーコールやお嬢試合と思い込んでいた監修を共担せしめた。同じ頃、1929年3月に、 設立されたばかりの国士官専門学校教授に、加納から推挙され、間と共に、同校の柔道教授に着任。この国士官時代の教え子には、後に、アラブ連合やアメリカ軍で柔道と逮捕術を指導することとなる細川九州男らがいた。しかし、同校のワンマン館長と知られた、柴田徳次郎の排斥運動が起こると、東山光に浸水していた工藤は排斥派の、 筆頭として国士官を追放される羽目に、日中戦争前後には法政大学や日本大学の柔道教師を務めたが、工藤は現役時代は柔道の真髄など気にもしていなかったが、国士官を辞めて泣かず飛ばずの数年間に柔道の術理の奥をやっと覗き見ることができたと語っている。またこの間、1934年の皇太子殿下、 五誕生報祝武道大会にて、栗原民夫七段と無勝負による特選段取りを行い、同大会の府県選手の部では審判員の大役を務めたほか、柔道評論家の小賀山聖は、同年に出版した著書、行動感根弱物語で時代を代表する競合柔道家として柔道実決を選抜し、工藤はこのうちの一人に選ばれている。百四十一年九月に、 東京柔道有段社会の幹事となり、3ヶ月後には、厚生省体育館。1943年には、日本体育専門学校講師を兼任。1944年には、第二本部特会の、半死後を受けた。太平洋戦争の終戦後は、1946年5月に八段。同じく1946年に、文部省体育局嘱託。翌47年には、 内務省警保局事務取扱い職宅となって、警察官の逮捕実制定の任に当たり、その後警察大学校では教授を務めた。更進の指導には人一,一倍熱心で、例えば東京都柔道連盟の講習会に招かれた際には、数少ない言葉の中に柔道の真意を解き、時間の経過も忘れて、熱心に指導に当たっていたという。 1958年の加納市販没後20年に、再して球団くらいを隠居され、1963年には、警視庁から派遣されて、欧州各国の警察にて柔道と逮捕術を指導している。その後東京五輪で、柔道競技審判員の重責を担い、晩年には、行動官にて特別指導員、国際部員、審議員のほか全日本柔道連盟にて理事を務めた。 この他衆議院や明治政下、東急、武蔵工業大学、富山大学など各所で師範を担うなどして、多くの門人の育成に当たった功績から、1965年には日本国政府より、指示法賞を受賞している。世田谷区に今日構えて、多くの柔道に関する教本を表し、柔道教科書や柔道特本、後に、英語、スペイン語にまで翻訳された。 ダイナミック柔道等が有名である。こうして柔道界の御所的存在であった工藤だが1970年には入隊員を繰り返し同年7月2日に尿毒症のため没した。去年72、葬儀は青山葬儀所にて7月7日におこそかに取り行われている。同年柔道功労者として14位、君三等随法賞 工藤の死に際して、柔道評論家の工藤大介は、柔道界においては口八丁、手八丁と言われた、得意な存在であり、三船九造と並んで工藤ほど、器用方程が多かった人はいない。率直すぎて、口が災いを招いたと述べる一方、東京都柔道連盟会長の樽沢氏は、全国の警察官に、自負のごとく、慕われた、柔らかい物腰で人に接していたとその人柄を、 10回しており、駆動に近しい両者でも死に対し、対照的な印象を抱いていた点は特筆される。また、趣味の囲碁は、日本棋院4段の腕前であった。ありがとうございます。